続いては大竹メインディッシュです。今日のお客様をご紹介します。まさに今日10月23日に両 A 面のニューシングル、まだ涙にならない悲しみが、そして恋は匂えと散りぬるを発売されました。キンキキッズの堂本光一さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、いらっしゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。番組以外でも堂本さんとあそこの、あ、これは喋っていいのかな、喫煙室で、ね、たまにお会いしたりしてたんですけども、はい、その時、はい、ちょっとしたきっかけで、あの舞台を見せていただくことになって、まあ、この番組では名物になったんですけどね、あそこに立ってる正明っていうね、はいはい、あのジジイとね、はい、あれ、あいつ同級生なんですけど、申し訳ないんですけど、一緒に見せていただいて、いやー、それでまだあのエンドレスショックは、はい、まだ、そうですね。ずっとやってきてた。まあ、あの後も。と、はい、はい。本当に9月、うん、9月いっぱい、うん、大阪で公演をやっていたので、はい、2月、3月に帝国劇場でやって、はい、で、4月に博多座でやって、うん、で、9月に大阪でやってっていうか形でしたね、今年は。もう何回やったのあれ。今年で多分合計140回だったと思うんですけど、初演から数えると1000、うん、1000回超えた。回2000年からスタートして1000回超えたんですよね。はい、そうですね。だ本当に失礼な言い方なんだけど、はい、バカじゃないいや、よく言われます。よく言われます。バカでしょ。もうおかしいでしょ、あれ1000回は。もう事務所の身内にも言われるぐらいですから。だろう、そうですね。まあもちろん内容もこう、うん、形を変え、ストーリーを変えっていろいろやってきた中で今があるんですけど、はいはいはい、まあでも本当に、もう出演者全員が限界ギリギリでやってるような感じですね。そうだよね。大竹さん、何がそこまで限界ギリギリなんですか？バカ、バカ呼ばわりするぐらいの過酷さっていうのは。一幕のケツかな、階段落ちは。あ、そうです。もう縦、ね、縦がだいたい15分ぐらいある。15分ぐらいあって、はい、ね。暴れ、さんざっぱら、一幕の終わりよ。さんざっぱら、縦で。まあその前に歌ったりしてるのよ。そうです、ね。踊ったりしてるのよ。で、最後、盾になるわけよ。で、15分の盾、やるだけやって、最後、階段から落っこちるわけよ。舞台のど真ん中に作ってある階段から。そうです、ね。あれ何段ある、あれ何段でしょう、何段だろうね。20何段、そうだよね。はい。てっぺんにした、まあ、俺は前の方で見せてもらったんだけど、てっぺんにいた堂本さんが、目の前に来るんだから。転げ落ちる。一瞬のうちに。だって舞台の上だけで1000回でしょ。でリハーサルはあるわけだよ。まあもちろん稽古もあるわけでしょ。でしょ。そうですね。はい。頭おかしい。怪我されたことも何度もあるんじゃないですか。もちろん小さな怪我っていうのはたくさん、まあ大きな怪我も過去にありましたけど、うん、まあでも、うん、意外と階段落ちでは怪我しないんですよね、やっぱり。いやでもね、多分それはね、普通に、何人気なく、落とされてたら、大体ね、死んでます。多分それは、堂本さんの中で、まあ、どういうことかわからないけど、まあ、客席は満席なわけだけど、この、なんていうかね、その、エネルギーに、歯向かうようにね。そうですね。ねえ。それがないと、やっぱりなんかできないっていうか、やっぱり、うんうん、まあ、リハーサルって言っても、やっぱり 100% 出そうと頑張るんですけど。出ないよね。やっぱり出ないんですよね。不思議だね。何かそれ以上のものっていうのが本番ではやっぱりこう出てくるっていうか。そうすると、やっぱりお客さんからのエネルギー。もちろんそれも、はい。はい。あります、ね。もうよく言ったもんでね、100の稽古より1回の本番っていうね。言いますよね。ね。はい。でももうその通りに舞台がなっていくから不思議だよね。本当に。なら毎日、やっぱり僕も人間なんで、はい、毎日公演してると今日はちょっと体が重いなとか、はい、やっぱりあるんですよ、うん。で、やっぱり体力的にもハードなステージなので、こう、開演前は自分今日大丈夫かな、持つかなっていうような気持ちになったりすることももちろんあるんですね。でも、いざ幕開けてみると、もうなんかいつも通りの、なんか自分になって、こう乗り切れてしまうんですよね。それが本当に1000回以上やってきた積み重ねっていうか。仲間もすごいけど、階段から落っこってくるときは多分わかんないけど、自分の何かの体の中ね、それは科学的に言うとアドレナリンだか、ドーパミンだか、なんかわかんないけどね。はい、なんかグーンってこう、
そうですね、やっぱ出ていきますね。それっていうのも、うん、やっぱりその前のその長い、うん、その立ち回りのシーン、うんうん、でやっぱりすごい、うん、あそこでもすごい気持ちが高ぶってるんですね、うんうん、それがないと、うんうん、あそこまで到達できない感じっていうのはやっぱりあるんですよね、うんうん、で二幕になるじゃん、はい、目の前ビュンビュン飛んでくるんだよ今度は飛んでくる飛んでくるんだよ転げ落ちたと思ったら飛んでくるんですか。客席舞台の前っ面から客あの広い舞台の一番後ろまでものの3秒か4秒ぐらいだろうね。3秒。そうですね、まあ、勢いはあります。だよね。はい、あれは、釣りは1本だよね。2本で釣ってるの、自分がフライングするときっていうのは、ワイヤーで使うときは、背中で1本ですね。1本でしょ、はい、?1 本は大変なんだよね。そうですね。まあ、体勢をしっかりこう。体キープしてないと。しないと、はい、2本あると、ちゃんとロープが、前向かせてくるんだよ、はい、客席を。一本だと、自分で向かない、自分でこう、なんかバランスを取らないと、回っちゃうんです、ね。回っちゃうんだよ。はい、回っちゃうんだよ。これもう、やられた人じゃないとは、わかんないけど、やると、おたおたして、自分でいくらね、正面見て、明かりの当たってる前に行こうとしてもね、体がだんだんね、右側に傾いてってね、回っちゃうんだよ。これどうやって軸を安定させるんですか？どうやってんだ、あれ。やっぱり、背筋で、思いっきり、反る、反って、反らないとやっぱり背中で一本なんで、うん、どうしてもこう猫づかみ状態なんですよね。そうそうそう、ああ、そうかそうか。こうなっちゃうんですよ。ああそれを、こう、うん、まあ、不格好なんで、うん、そうならないように、うん、それを、背筋の力で。背筋の力で思いっきり支えてあげるんですよね。だから、大田市だから、年寄りだったら、あれ釣られて、首吊りみたいになるわけです。じじいの首吊りが、客席を飛ぶことになっちゃうから、ね。それは質が違っちゃいますよね。それまた別の、なんか、こう、死刑台みたいなドラマになっちゃうね。そうじゃなくて。そうなんですよ、ね。でもね。まあでも、うん、まあそのワイヤーのもそうですし、うん、あと布でやってるやつなんかは、うん、あれは完全にもうワイヤーでも釣られてなくて、うんうん、本当に腕だけでやってたりするんで、はい、両肩からね赤い布がね垂れてるんだけど、それが俺たちの頭の上1メートル、俺どうさんもっと上にいるんだけど、その両肩から垂れた布がね客席を引っ張ってる。あれはなんか体には全くワイヤーはつけてないんで、うん、もう本当に腕だけなんですよね。そうなの。はい。そんな体してないよね、だって。そう、ね。脱いだらすごいんじゃないですか。脱いだらすごい。知らないけど。これずっと続けて、まだまだ見たいっていう声、どんどん湧き上がってきて、どんどんお客様は刺激を求めてると思うんですけど、一度一回最後にしようかっていうこと、うん、話もあったんですね、何年か前に、うんうん、だけどまあ声として、うん、まだチケット取れたことがないのにっていう声が非常に多く届いたらしくて、うんうんうん、じゃあ続けようっていうことになって、まあ今に至るんですけど、まあ自分もこれからどれだけ続けていくかとかいうのは全然わかんないんですが、もちろんそういう声がある限りは自分も答えていきたいと思いますし、はい、まあ、僕は勝手に感想を書かせていただいたんだけども、普段は結構なんか静かにストイックに してる感じも漂うんだけど、逆に全然ストイックではないですね。そうじゃないの、はい、普段はまあ引きこもりっていうか、もう家が大好きなんで。あ、でもこもってるんだ。家にいますね。ほとんど家にいます。でしょ、はい、家で。いや、まあ、だから、だから、やっぱりそれも、なんかわかんないけど、伝わるんだよね。ああ、そうですか。はい。舞台上からストイックな、堂本光一さんの姿も、私生活も伺えてくるし。一人でいる感じっていうの？わかんないけども、まあ、俺が勝手に感じたかもしれないけど、いやいやいや。いやね、それも、だから余計、見てると、はい、震えるというかね。ああ、そうですか。僕は、うん、いや、なんか嬉しいですね、うん、そうやっていただけると。まあ、でも自分は何かこう、うん、芸のためにそうしてるっていうつもりはないんですけどね。うんうん、ただ単に家が好きだっていう。まあもちろんその、いつでもステージに立てるように、うん、な体作りをしとこうっていうのは、もちろん普段からやってるんですけど。はい。でもそれ以外は、うん、もうなんだろう、舞台中っていうのはやっぱりすごく起きる時間だとか、うんうん、すごくこう、なんていうんですか、時間がこう決まってくるじゃないですか。それっていうのはやっぱり自分の体調を崩さないようにとか、
っていうのをこうすごく、うん、あの決めてやっていくんですけど、うん、舞台中以外っていうのはもう本当に食事だって睡眠だってもうむちゃくちゃですよ。へえ、はい、自分で作って食べるの？そうなんか、まあなんか肉焼いて食うとかそうぐらいですけど、だから本当にサラダあえるの自分。まあなんかキャベツがあったら一人でなんかしてんの。キャベツがあったらちょっとキャベツサラダにするかぐらいですけどね。はい、音楽は何聴いたりしてるんですか、そういう時は。音楽は洋楽が多いですね。邦楽はほとんど聴かないですね。そう、向こうの誰を聴く、はい、どんなの好き。まあ、昔からマイケルジャクソンは好きですし、うん、あともう自分ジャンル本当いろいろ広いんで、エリック・クラプトンとかも好きだし、 あとクラプトンが前にやってたクリームっていう、はい、あ、そこまで遡って聞くんですか。好きですし、はい、結構ジャンルは幅広いんですよね。あマイケル・ジャクソンもね、はい、なんかこう舞台はものすごいもんね。そうですね。だから、うん、あの見ていただいた今回のショックは、うん、その、はい、マイケル・ジャクソンを振り付けしていた、うん、あのトラビス・ペインっていう彼が振り付けをしたシーンがあって、うんうんうん、やっぱり彼にこう振り付けをしてまず一緒に仕事をしたっていうのはすごく、うんうんうん、自分でも衝撃でしたね。なんか、うん、あのだって振り付けを全部やれっていうのもすごいよね。まあ量はそうですね、多いですけどね。もう全員が終わったら倒れる、幕下がった時に向こうで俺バタバタバタって倒れる音が聞こえてるもん。それぐらい激しい踊り。お疲れ様って言ってないもの多分。みんなバタって倒れてしばらく冷たい板の上に向かって寝て、空見て、上なんか天井のライトかなんか見てそうだもんだって。でもそうですね、なんかやっぱり、うん、公演自体は長いんで、うん、やっぱあれだけの達成感っていうのは毎日すごいんで、うん、毎日こう初日とか千秋楽とか、うん、幕やっぱり閉じると、うんうん、なんかこう歓喜の雰囲気ってあるじゃないですか、うん、それがなんか毎日あるような感じはしますね、うん、今日もみんなで乗り切った、今日もやったっていう感が、はい、ね、はい、お客さんの反応はどうな感じなんですか。いやいや、客席で大竹さんこうご覧になってて、うん、俺の横の同級生のジジは泣いてたよ。感動で、うん、でもな本当に意外と男性の方に見ていただくと、うんうん、男性の方がすごく共感していただいたり、うん、男性ってもうジジイだけどね。あいつさ皮脂欠乏症でさ目のあたり余計弱いんだよ。泣くもんだから大変なことになっちゃってるからな。横で皮脂がさって、皮脂なお前の皮脂の話知らないっていうね。いや堂本さんとはね、まあ思い起こせばテレビも一緒にやってるんだよね、はい、ドラマで13年前、うん、で多分僕が20とか21とかぐらいだった、うん、そしたら13年前、ね、そんなに近かったっけ、はい、まあヤクザでね、はい、ね、そうなんですよね。あれでも、まあ、父親そうお父さんヤクザ、お父さんお父さんこんなかっこいい息子がいたんですか。すいませんでしたね。でもあれ楽しかったよね、なんか。そうですね、当時の撮影って、うん、結構時間無制限だったりして、うんうん、大変は大変だったんですけど、うん、意外とこう、うん、ドラマの内容的にも、うんうん、結構いいドラマでしたし、そうそうそう、はい、まあ、どのところにもいいシーンはたくさんあるんだけど、俺もね、覚えてるのはあれなんだよ、その多摩の方の道路で最後撃たれて死ぬんだよ、俺。僕もすごい覚えてますね、それ。はい、それで撃たれて死ぬんだよ。それで、まあ、普通撃たれて倒るとき、なんて、ガンガンガンってそのリアクションで死ぬじゃない。で、監督が来て、そうじゃなくて、なんで撃たれたんだって、ちょっと死ぬことを疑いながら死んでくれって言われる。ああ、なるほど。うん。だから、バンって撃たれたとき、俺、なんでって顔になるしてくれって言われて、あ、そうか、こういう演出の仕方ちょっとすごいなと思って。普通ね、ヤクザ映画で、まあ、チンピラのヤクザが撃たれる死なのはバチャンバチャンバチャンドカンみたいになるとか、そうじゃなくてちょっと驚いてくれるって言われて、あ、そうかと思って、この演出家の人すごいなと思ったことあるね。で、死んでたら本当のチンピラがスクーターでたくさん来て、大竹死んでんじゃねえよと。まあそんなこと言われたってさ、こっちお芝居してるし、そうそう、芝居で死んでんじゃねえよおめえとか言われてね、覚えてるけどね。あのお芝居以外では大竹さんどうでしたか、13年前なんか堂本さんに声かけたりとかして。いや、でも大竹さんってすごく、なんだろう、
あの、いやいや、見た目はやっぱりちょっとコアモテっていうかあるじゃないですか。怖いですね。すごく優しいんですよね、うん、俺ね、この世界ね、本当お笑いなんだけど、お笑いで面白いからって言って生き残ったんじゃないんだよ。あいつ怖いからって言って生き残ったんだから。俺ちょっと話違うわ。そうか、俺怖いから生き残ったのかと思ったことあるくらいだけど。でも本当になんかこう本音でこう話してくださるので、うんうん、いやいや、なんかすごく優しいし、本音で語ってくれるし、うんうん、何かこっちも自然とこう心が開いていく方だな。乗せていただいても本当ですか。そういうふうに思います、ね。いや、でもね、あの後俺たちも舞台があってね、はい、あの舞台見てね、それで俺もう本当に、なまさきな、走ってな、死ぬかと思ったよね。小手さん、死にそうなシーンがあったんですよ。体力の限界にチャレンジしたっていう。64は64なりに、舞台をね、右から左に何回も駆け抜けるんだけど。大声出しながら。死んじゃうかと思って。そんな舞台も、その刺激を受けてやらせていただきました。そう言っていただけると。まあ、エンドレスショックが一段落しまして、うん、今度あの1年8ヶ月ぶりに KinKiKids がニューシングル、うんね、今日リリースということなんですけども、はい、今回のテーマがこう両 A 面で決まってるっていうことなんですよね。なんかロストラブというテーマになってるようで、うんうん、ようでって一言みたいですけど、はい、失恋をテーマにして、その、そのダンサブルな曲とそうじゃない曲ということなんですよね。メジャーとマイナーの、はい、アップテンポな2曲ということなんですけれども。はい。はい。はい、これは、じゃあ2曲、その、うん、まだ涙にならない悲しみがと、恋は尿へと散り塗るをと、2曲、両 A 面なんですけれども、はい。はい、松井五郎さん作詞で、うん、小田哲郎さん作曲、そして亀田誠二さんアレンジと、うん、すごいメンバーで作られている曲、うん、じゃあお届けしたいと思いますので、はいはい、じゃあ、KinKiKids、1年8ヶ月ぶりのニューシングル、まだ涙にならない悲しみがお届けしました。で、両 A 面で、恋は尿へと散り塗るを、カップリングということで、なっておりますので、ぜひ両方合わせて、はい、お求めいただいて、お聴きいただきたいと思います。はい、今日リリースということです。うん、で、まあ、うん、新曲も出し、うん、まあ、これからの堂本光一さんは、どこへ向かって、行くのかなという感じです。どこに向かっていくんでしょうね。自分としても、うん、まあそのショックにしても、うん、いつまでやるのか自分でもわからないですし、うん、っていうよりも、やっぱりショックを初演やらせていただいた時も、これだけ続くなんて全く思ってなかったんですよね。やっぱり、その日の公演が毎日が勝負だと思ってやってきた結果が、今につながってやらせていただいたので、なら、もう今後もやっぱり常にその時にやってることを、全力でやっていけば、こう、きっと何かにつながるのかなっていう思いですね。そうだね。しかも、あの、一緒にやってる若い仲間たちが、はい。ねえ、けなげでね、そうですね。俺ぐらいから見ると、そうですか。いや、本当にさ、もう、なんつうのかね、盾だって危ないんだよ、もう。そうですね。ね、目の前、もうほんと数センチ刀が、はい、いくらね、作り物とはいえ、はい、よぎっていくわけだからさ、それをこう、どうしてできるかったらさ、もう、まあもちろんその人の勘もあるだろうけど、稽古でしかできないからね、あれ。ですね。だ地方行きゃ劇場の大きさも違っちゃうわけだから、ね、階段の高さも違っちゃったりするとね、うん、やっぱりそういうのは全部こう、一緒にならないとできないような舞台が、ね。ね、堂本さんの背中見て、うん、なりたいって一生懸命やってる後輩の方々いっぱいいるんですよね。いや、それも感じるんだよ。だから堂本さん見てね、あの、ギラギラしてるやつもね、うん、いるんだよ。だそれも楽しいんだね、見てて。そうですね。でもやっぱり、これだけずっとやっていくと、みんながこう、何に一生懸命になればいいのか、うん、作品を良くしようっていうところに向かっていけるようになったので、なんかそれはすごくいいこと。彼らも若いけども、うん、なんかちゃんとそういった意識が生まれてるっていうのが僕としてはすごく、なんか安心できるんですよね。はい、今後ね、同じ舞台人として、大竹まこと、堂本光一の背中を追いかけて、もう必死こいていきます、ね。いえ、とんでもないです。また機会ありましたら、ぜひ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今日のゲスト、KinKiKids の堂本光一さんでした。ありがとうございました。